使われました。超音波レコーダー、山城先生と早稲田大学の共同開発みたいですね。超音波レコーダー、ダージャブさんのホーミーには耳に聞こえない超音波が豊富に含まれていました。あの脳をリラックスさせるブルガリアの女性の合唱のグラフとよく似ています。今ダージャブさんのホーミーの声の中にあったあの聞こえない高周波、あまりにも高い振動数、そういうものがですね、声の中にたくさんある。そういう声を聞くと人間の脳の中の一番奥の方の大事なところがね、アクティビティが上がるんですね。大変心にも体にもこれはいいことなんです。ですからね、神様の声のようなもので大勢の人間にねこう幸せを運んできてくれる声だと思いますね。ありがとうございます。上手なまとめ方だよね、言い方だよね。ホーミーと似ていると言われるユーミンの歌も同じ条件で測定されました。か、それはきついんじゃない。知らぬ街を一人歩いたら、風は空から花びら散らす、過ぎゆく春の投げる口づけは髪に両手にハラハラ死ぬかな。今度いつも野原でコンサートをしましょう。気持ちいいです ね、 ね、前に山があって反射する感じも天然のエコーがあります ね、 ね、 それでね伴奏がいいでしょう。ああそうです ね、 ね、ユーミンの声にもダワージャブさんと同じような超音波が多く含まれていました。おお、それはすごい。遠く離れたモンゴルと日本で不思議にも同じような声が奏でられていたのです。よく似てますね。本当に似てますね、不思議によく似て、どういうのなんでしょう。ちょっとのどちんこないんですよ。ああやっぱり、普通と違いますね。でも本当に似てましたね、波形は。とってもよく似てますよね。来た甲斐がありましたね。そうですね、あながちそう言われてた。予告の発声にこれがないっていうのが、ね、やっぱりね、一度本見聞いた人はね、どっか似た声だなっていう印象を持つのかもしれないですよね。はあ、すごいや。ありがとう。
私は14歳で曲を作り始めた時に自分で歌いたいとは全く思ってませんでした。何しろ下手だったし、自分の声はビブラートが綺麗にかからないし、歌手に向いてるなんてちっとも思ってなかったんです。それが18でデビューすることになって、問題のかかりにくいビブラートは一切かけず、無機的に歌うことにして、そこから自分の声というのを探し始めました。いくつかの曲を作っていく中で、私の心に響いてくるメロディーとは、実は歌っている時に声が頭蓋骨の中で気持ちよく響くものだと発見していったんです。どんな風にメロディーを展開させれば頭蓋骨が気持ちよく震えるか、つまりこの響きがずっと探していた自分の声だったんです。なるほど。そうやって今モンゴルに惹かれて、ここで長い歴史と雄大な自然が生んだホーミーと出会いました。まあ一人で道のないところを歩くような気持ちで求めてきたことが間違いではなかったと言ってもらえたような、癒されたような気がしています。そう、普通と少し違う声を出すこともできる声帯を持ち、ビブラートをかけずに歌い始めた偶然、そしてその私が歌を歌う道を選んだこと、偶然の重なりは思いがけない幸せを私に運んでくれました。小さい頃に神様がいて、ホーミーと村人の生活との関わりをもっと深く知るために、ユーミンは再びダワージャブさんのもとを訪れました。ありがとう。